どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、こちらのマリオットアメックス。私はこちら、プレミアムカードになるわけなんですけども、 こちらね、メインカードにさせていただいておりまして、まあ、その理由がですね、ポイントをね、ホテルにも使うことができるし、またね、マイルにも交換することができて、またね、マイルの交換先は、他のね、ポイントプログラムにはないほどですね、数多くのマイレージプログラムにね、交換することができるということで、私ね、こちらメインカードにさせていただいてるんですよね。で、今回の動画ではですね、この1年ですね、ユナイテッド航空、アラスカ航空とね、まあ、いろんなマイレージプログラムがね、解約 ななっっててて悪くなってきておりますよね、まあこれはねまあ、世界的にもですねいろんな航空会社のね必要マイル数上がってきているっていうふうになりますんで、まあ、今後もね良くなるってことはねほぼほぼ考えられないっていうふうに思いますのでまあどんどん悪くなってしまうのはねまあしょうがないのかななんていうふうに思っているわけなんですけども今回の動画ではですねこのマリオットボーンボイポイントっていうのはですね ユナイテッド航空のマイル、またね、アラスカ航空のマイル、アメリカン航空のマイル、またね、エアーカナダのマイルということで、まあ、ここら辺ね、私非常にお勧めさせていただいてるんですよね。まあ、またね ANA、ANA JAL もね、もちろんお勧めさせていただいてるんですけれども、今ね、皆さんご承知の通りですね、ネイルサーチャージがね、非常に高いっていうふうになっておりますので、今回の動画ではですね、各航空会社のですね、メインルートの必要マイル数まとめをね、やっていきたいななんていうふうに思いますので、 気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなぁと思います。で、先日ね、こちらエアバス350ダッシュ製、2024年の1月の24日からですね、東京ニューヨーク路線導入が発表されましたよね。 で、この時の動画でですね、ちょっと私はね、あの、ファーストクラスの日数ね、外してしまってえ、利用することができないっていうお話をね、させていただいたわけなんですけどもえ、どうにかですね、乗ることができそうです。できそうなんですけども、残念ながらですね、ファーストクラスではございません。まあ、この点はね、ファーストクラスだと思ってね、あの、楽しみにされてる方ね、いらっしゃったらほ申し訳ないわけなんですけども、まあ、今回ね、ファーストクラスではありません。登場日とね、あの、クラスに関してはですね、こちらね、楽しみにしといていただければな、なんていうふうに思います。で、こちらね、 発見させていただいて、まあ、こちらね、まあ、行きしかね、私、このエアバス350ダッシュ1000ね、利用することができないっていうふうになりますんでえ、帰りはですね、他の航空会社を使ってね、帰ろうかな、なんていうふうに思ってるんですよね。で、今までね、この必要マリスのまとめ動画ってやってなかったなっていうふうに思いまして、今回ね、作らせていただいたって言った形になります。ですので、今後ね、このバリオットアメックスプレミアムカードね、利用されている方で、マイルにね、メインで利用されたいっていう方は、ぜひね、参考にしていただければな、なんていうふうに 思いますで、一応ね、私が現時点で調べた、え必要マイルス、またね、利用できる航空会社が、まあ、こちらね、メインになってくるっていうふうになりますので、もしね、この航空会社でこのクラス、この路線で利用されたいっていう方は、ぜひね、ご自身で、えー、マイレージ登録ね、していただいて、検索していただいてからですね、貯めるようにね、していただければなぁと思います。またね、外資系の航空会社っていうのは、 まあ、基本的にですね、解約っていうのはね、急にぶっ込んでくるっていうふうになりますんで、まあ、この点もね、あの、ご了承いただいてね、参考にしていただければな、なんていうふうに思います。ということで、内容にね、入っていきましょう。では、ユナイテッド航空マイレージプラスからですね、まずね、ユナイテッド航空マイレージプラスもですね、2023年の頭にですね、こちらね、ポイント交換レートがアップしました。こちらは、 他のね、マイレージプログラムは基本的に6万ポイント交換すると3万マイルではなくて2万5千マイルにね、交換することができるんですけども、ユナイテッド航空とマリオットボンボイはね、独自提携を組んでおりまして、もともとね、6万ポイント2万7500マイルだったんですけども、6万ポイントが今は3万マイル、しかもね、即時交換ね、ポイント交換することができるって言ったがちに、 なります。ですので、このね、ユナイテッド航空マイレージプラスっていうのはですね、国内路線ね、基本的に5500マイルでね、発見することができます。ANA のね、特典航空券を発見することができるんですけども、今日どっか行きたいなみたいな時に6万ポイント交換していただいて利用するみたいな、まあそういったこともね、利用することができるって言ったはになります。で、2023年の5月ぐらいにですね、解約がありまして、 ここね、今これ、必要マイル数出てるわけなんですけども、もともとね、この東京、ロサンゼルスね、ニューヨークのニュージャージーとかね、サンフランシストとか、ここら辺の路線に関しては、3万3000マイルとかね、3万2000マイルとかでね、利用することが、2023年の5月ぐらいまでね、できてたわけなんですけども、こちらね、必要マイル数、解約がね、5月にありまして、こういった感じのね、必要マイル数になっております。たまにね、セーバー特典でこのぐらいの必要マイル数になっておりますけども、まあ基本はね、 3万8000とか3万9000、4万マイルぐらいがね、まあ通常かなっていうところで、まあ今ね、先ほど調べた感じだともうこのマイル数はあったんですけども、これもね、結構レアケースかななんていうふうに思います。で、東京からね、アメリカ本土に関しては、まあこういったね、必要マイル数っていうふうになりまして、東京からハワイ路線もですね、解約前は2万7500マイルとかでね、こちら利用することができてたわけなんですけども、残念ながらですね、 こちらも47,500マイルまで必要マイル数アップしてしまいましたので、まあこういった感じになるんですよね。ですので、ユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは、国際線のね、長距離っていうのは燃油サーチャージは変わんないんですけども、必要マイル数はね、結構高めっていたはちになります。で、高めにはなるわけなんですけども、結局ね、 あの、交換レートがね、マリオットボンボイポイントから交換すると、6万ポイントが3万マイルになるので、交換レートが高いんですよね。ですので、まあ私もね、今回、ユナイテッド航空のマイレージプラスにね、マリオットボンボイポイント交換して、海流飛行機手配したわけなんですけども、結局計算するとね、マリオットボンボイポイントからユナイテッド航空に交換して、それで発見した方がね、まあ必要マイル数っていうか、まあ必要マリオットボンボイポイント数がね、少なかったりいたしますので、まあなんだかんだね、この交換レート が高いいっていうのはですねねユナイイテッド航空マイレージプラス、ね、やっぱり強いかなっていうところですよねまたね近距離路線に関してはね非常におすすめっていうふうになっておりまして、まあ、こちらねあこっちエコノミークラスでこっちビジネスクラスですねえ東京グアムとかね1万 2, え2万マイルでね片道利用することができますし台北1万6500シンガポールとかバンコクとかは2万2000で、えー、東京からね ヨーロッパ方面は49,500ということで、アメリカ本土よりね、設定が低いね、あの、必要マイル数で作られているところもあるっていう風になりますんで、まあ全体的にはですね、ユナイテッド航空マイレージプラスね、 一時ね、この一番最初にね、解約が来た時はね、もうユナイテッド航空のマイレージプラスのね、長距離路線はね、もうダメかな、なんていうふうに思ってたわけなんですけども、やはり交換レートが高いっていうのとですね、他のマイレージプログラムでね、解約になって、まあお得路線だったね、バージンアントランティック航空のマイルであったり、アラスカ航空のマイルもね、解約になりましたので、まあ一周回ってね、ユナイテッド航空マイレージプラスね、また結構いいんじゃないかな、なんていうふうにね、まあそういった感じに思って、 いる感じですねですけども、基本的に発見できるのは、燃油サーチャージはでき、あの、かかんないんですけども、基本はエコノミークラスがね、おすすめって言いたがちになります。まあ、ビジネスクラスもね、必要マイル数貯めればね、利用することができるんですけども、東京からニューヨーク方面だとね、20万マイルなんでね、かなり高いですよね。 まあ、このぐらいのね、必要マイルスになってしまいますんで、まあ、基本的にはね、このミークラスで利用していただく分にはですね、ネインサーチャージね、本当にかかんないんで、まあ、日本初だけね、6000とか8000とかかかるんですけども、ロサンゼルスから東京とかね、800円とかね、そういったレベルのね、あの、安さで利用することができるっていうふうになりますんで、このネインサーチャージがかからないっていう点ではね、かなりいいですよね。で、またね、この、最初に話そうと思ってたんですけども、このマリオットボンボイポイントっていうのは私がお勧めさせていただいて、 だいていねポイントサイトポイントサイトハピタスからねマリオットポイントにもね10日レートで交換することができるっていう風になりますんでマリオットアメックスがねちょっと年会費高すぎるって思ってる方はあのユナイテッド航空のねマイレージプラスのクレジットカードねあの他にもございますのでマリオットアメックスじゃなくてもですねこのユナイテッド航空のマイルね ポイントサイトとクレジットカードね、貯めれることができるっていう風になりますんで、こちらね、非常におすすめです。それでは次にですね、アメリカン航空 AA アドバンテージということで、こちらはですね、2023年、 だと思うんですけどもあれ、2023年じゃなかったかな ?2022 年だったかなちょっとね、あの、詳しい日付は忘れてしまいましたけども、マリオットボンボイポイントからですね、アメリカン航空、大韓航空、デルタ航空、アビアンカ航空に関しては、この6万ポイントをね、交換していただいても、2万マイルにしかならないんですよね。交換例とかですね、その時ね、あの、ANA とか JAL とかだとね、6万ポイント交換すると、2万5000マイルになるわけなんですけども、ボーナスの5000マイルがね、アメリカン航空ね、配信 になってしまいましたのでアメリカン航空はですね必要マイル数ね、見ていただければ分かる通りですね東京からニューヨーク飛んでもですねこちら乗り継ぎ便とかにはなってしまうんですけれども片道28,000マイルとかで利用することができるんですよね非常に必要マイル数は少ないんですけども交換レートがね下がってしまったっていう風になりますんでこれがね非常に残念ポイントなんですよねですので。すの まあ一応ね、必要マイル数はね、少ないっていう風になりますし、ビジネスクラスもね、6万とかでね、東京からね、アメリカ本土を利用することができるっていう風になりますんで、まあ結構おすすめなんですけども、交換レートがね、ちょっと渋いんでね、必要マイル数は、必要のね、マリオットボンボイポイントからね、交換しようと思うと、ちょっとね、使い勝手が悪くなってしまうって言った形になるんですよね。ですけども、まあ、 必要マイル数自体はね、非常に少ないっていうふうになりますんで、まあこちらはね、まあよく計算していただいて、まあユナイテッド航空とね、えー、よく比較していただいて利用していただくのがね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。まあこのね、ユナイテッド航空のマイレージプラスのね、いいところはね、この国内線もね、 ANA のね特典航空券発見することができてまあ、基本ね国内5500マイルから利用することができてまあ、沖縄とかはねちょっと5500じゃね東京からと利用できなかったりするんですけどもまあ、これもね結構おすすめポイントっていう風になりますんで、まあ、そうなってくるとですねアメリカン航空ね必要マイル数は少ないんですけどもちょっとね利用しづらいかなっていうところですかねまあこの東京からねバンコクとかねここら辺のビジネスクラスこちらスイートスポットになってましてあとね今回こちらには入れ なかったんですけどもアメリカン航空っていうのはえ、中東の路線のね、ビジネスクラスがね、東京から4万とかね、ファースト5万とかでね、え利用することができるっていうふうになりますんで、まあそういった路線利用していただくんだったらね、いいのかななんていうふうに思うんですけども、基本のね、あの、必要マイル数は少ないですけども、ポイント交換レートはね、ちょっと悪いっていうふうになりますんで、まあこういった形になります。一応ね、東京から、えー、ロンドンとかね、えー パリとか、ここら辺もね、3万5千枚でね、利用することができるっていうふうになりますし、このね、アメリカン航空も年サーチャージかからないっていうふうになりますんでね、ぜひこちらも覚えておいてください。それでは次にですね、エアーカナダですね。こちらね、私個人的に結構お勧めさせていただいておりまして、で、またですね、こちらをお勧めさせていただいて、あの、利用していただくのがね、いいなっていうふうに思うのは、マリオットボンボイポイントで、 燃油サーチャージもかからないでビジネスクラスを発見したい方はエアカナダね結構いいのではないのかななんていうふうに思います先ほどのねアメリカン航空とかもね発見することができるんですけども座席数がねそんなに多く設定されてないみたいでこのエアカナダとかですね結構ねあの座席出てくるっていうふうになりまして東京からロサンゼルス7万5000とかねビジネスクラス発見することができるっていうふうになりますのでまあこれでね結構座席があるっていう になりますんで。 ビジネスクラスとかで利用されたいっていう方は、まあ結構ね、いいのではないのかな、なんていうふうに思います。逆にね、エコノミークラスでもね、5万マイルとかかかってきてしまいますんで、これはね、ちょっとね、あの、利用できない、まあ利用するのもったいないかなっていうところがしますんで、まあ基本的にはこっちですね、ビジネスクラスだったらね、結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思います。あとね、東京グアムの12,500マイル、これはね、結構いいんじゃないかな、なんていうふうに思います。6万マイル交換していただけば、1万、2万5千マイル。 マイルなんで100万ポイント貯めれば東京グアムが1人エコノミークラスで往復できるっていうふうになりますんでねこれはね結構いいと思います。またねこの東京から ヨーロッパ方面のね、エコノミークラスはちょっと5万マイルなんでね、結構高いかな、なんていうふうに思うんですけども、ビジネスクラスとかもね、こちらも発見することができるっていうふうになりますんで、ちょっと11万はね、大きいかなと思うんですけども、このね、8万マイルとかだったらね、結構悪くないんじゃないかな、なんていうふうに思いますかね。ちょっと前まではですね、ANA の特典航空券も結構見てた気がするんですけども、今日調べたときね、エアカナダへ全然出てこなかったんで、まあタイミングだったのかもしれないですけど ねまあ、こういった形になりますんで、ぜひね、こちらも覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。それでは次、最後ですね、アラスカ航空ですね。アラスカ航空もラリ、マリオットボンボイポイント6万ポイントで2万5千マリに交換することができます。で、アラスカ航空はですね、こちらは2024年の、えっと、2月までになるのかな一応ね、2024年の3月からですね、アラスカ航空、先日動画にいたしましたけども、新しいマイレージチャートをですね、もう発表し してるんですよねですので、今回ね、まとめ動画でね、入れさせていただいたんですけども、まあ、これはね、あの、公式サイトから私がね、必要マイル数を調べた必要マイル数っていう風になりますんで、まあ、もしかしたらね、こういった感じで利用できない可能性もね、ゼロではないんですけども、一応ね、こういった感じになるんですよね。ですので、この今の必要マイル数で、こちらはね、あの、算出してるっていう風になりますんで、こちらは覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。 アラスカ航空のね、今の、えー、必要マイル数のね、一番おすすめスポットっていうのは、やはりね、ハワイ路線がね、非常に必要マイル数が少ないですね。東京からね、ハワイ路線、片道2万5000マイルでね、利用することができるっていうふうになりますんで、 これはね、あの JAL のエコノミークラスがね、2万5千で利用することができたり、またね、東京から台北路線ね、1万5千マイルで利用することができるっていう風になりますんで、この2つはね、かなりいいのではないのかな、なんていうふうに思います。あとね、直前の飛行機にはなりますけども、東京からニューヨーク路線、これね、香港の乗り継ぎのキャセイ便とかになってると思うんですけども、これね、 東京からニューヨーク3万マイルですからね。香港乗り継ぎにはなりますけれども、必要マイル数としては、東京からニューヨーク、まあアメリカ本土のね、必要マイル数で、このマリオットボンボイポイントのね、交換レートを換算すると、アメリカン航空よりね、こっちの方がね、あの、利用しやすいかな、なんていうふうに思いますんで、ここら辺はね、結構いいと思いますね。そんなもんですかね。あとは、ここら辺はね、全部ね、解約になってしまいましたので、結構必要マイル数がね、高いんですよね。 はい、一応ね東京から、えー、アメリカ本土もねビジネスクラスで発見6万マイルで発見することができますので、まあ、ここら辺もね 一応、ファーストとかもね、空席があればね、利用することができるんですけども、まあ、私がね、利用してた2023年のちょうど今ぐらいとかですね、毎日ね、東京からニューヨークのファーストクラス空席あって、私はキャンセル、あの、去年ね、解約が入んじゃないか、入んじゃないかみたいな感じで、毎日ね、あの、必要マイル数とあの空席見てたわけなんですけども、まあ、去年とかね、本当に、 東京からニューヨークとかね、ファーストクラス取り放題なんじゃないかってぐらいね、毎日空席出てたんですけども、今そういった感じでね、利用することができない。まあ、あの、 ビジネスとかファーストとかね、全然出てこなくなってしまいましたので、まあ、ここら辺を利用するっていうよりかは、どっちかというと、ここら辺のね方が狙い目っていうところですかね。まあ、先ほども言った通りですね、こちらは、えー、っと、今のね、必要マイル数っていうふうになりますんで、2024年のね、4月以降はね、こっちになってくるっていうふうになりますんで、まあ、ちょっとね、 あの、前回動画にしましたけども、東京からハワイとかね、今2万5000で、2020年3月以降はですね、こちら3万マイルになってしまいますんで、今のね、いいところっていうのはね、かなりね、あの、悪くなってしまうっていう風になるんですよね。東京からニューヨークも3万7500とかね、ロス、えー、シカゴとか、これも3万7500にね、入ってきてしまうっていう風になりますんでね。まあ、近いところだったら、まだね、結構いいのかな、なんていう風に、 思うんですけども、東京から北京、韓国、台北とかね、7500マイルから利用することができるっていうふうになりますんでね。まあ、こういった感じになりますんでね。この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、アラスカ航空がね、こういった感じになります。はい、ということで今回ですね、マリオットボンボイポイントで、 各種航空会社のですね、必要マイレスまとめて紹介ね、させていただいたわけなんですけども、これでマリオットアメックスプレミアムカードでね、マイルにね、利用されている方非常に多いと思いますので、ぜひね、参考にしといていただきたいな、なんていうふうに思います。またね、このマイレージプログラムのこれめちゃくちゃいいですよ、みたいなことがございましたら、ぜひね、教えていただければな、なんていうふうに、 思います。ちょっとね、最後に言い忘れましたけども、まあ、今回ね、あの、外資系の航空会社のね、マイルを紹介させていただいておりますけども、基本的に必要マイル数が少ないのは ANA と JAL。まあ、ちょっと JAL はね、ダイナミックアワードになってる部分がございますので、一概にはね、言えないんですけども、ANA のね、必要マイル数っていうのは、シーズン制をね、導入されておりますけども、ANA でね、発見した方が基本的には必要マイル数が少ないです。ですけども、ANA マイルで ANA を発見してしまうとね、 ジャルマイルでジャルを発見してしまうとね、ネインサーチャージがかかってきてしまうっていう風になりますんで、 この点はね、覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。もちろんね、このネイサーチャージさえ下がってくれればですね、ANA でね、ANA 発見した方がね、非常に少ないマイル数でね、利用することができるっていうふうになりますんで、本当にね、サーチャージね、下がってほしいな、なんていうふうに思っているわけなんですけども、まあ、現状ね、非常にサーチャージ高いっていうふうになりますんで、今のね、この高い期間はですね、この他のね、外資系のマイレージプログラムね、利用していただくのがね、非常におすすめって言いた8になっております。ということで、今回 この動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますので、ぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。